愛知県厚生農業協同組合連合会、安城厚生病院は愛知県安城市にある病院である。よく安城厚生病院と表記される場合もあるが、正しくは安城厚生病院である愛知県厚生農業協同組合連合会が運営しており、安城市の基幹病院となっている救命救急センターが設置され、西三河で 唯一の地域がん診療拠点病院であり、緩和ケア病棟も備える、災害派遣医療チームも組織されている、j a、AH、愛知厚生連の厚生看護専門学校も同じ敷地内に併設される、大学病院や日本赤十字社に匹敵する、施設規模とスタッフを目指して構想建築された、近年の深刻な自治体病院の医師不足と経営危機のしわ寄せのため、 近隣自治体住民が押し寄せ、死害患者が50%に達するなど、過重負担で高度医療機関として影響が大きい。そのため、公式ホームページにおける病院長の声明や一部安城市議員の議会発言もあり、近隣自治体との医療連携について見直す必要が生じている。死害患者は岡崎市、西尾市が多い、地元の農業者の団体である、 壁海軍購買販売組合連合会の会長、岩瀬和一,一が農家への還元を模索し、山崎延吉に相談したところ、近代的医療サービスを備えた組合病院の設立を提案された。そこで、安城町を大和安城ざけが寺の旧、安城町役場の1500坪の敷地に病院を建設し、1935年2月11日に厚生病院として創立した。 厚生病院という名は山崎による命名である。厚生病院は、内科、小児科、下科、産婦人科、自備院校科、レントゲン科を設け、当時の壁会軍内で唯一の総合病院であった。設立にあたっては、名古屋医科大学の全面的な支援があったという。加入団体は68、会員は、家族と合算して7500人だったという。 近代医療を農民に提供するという目的から医療費は格安にし、会員のところ属組合の預金口座から差し引くシステムにしていた。また、1936年からは軍内を1日1、コースを往復する2台の巡回バスの運行を始めたが、1943年に燃料不足を理由に休止された。戦後に愛知県厚生農業共同組合連合会に、 統合された病院は拡大を続け、1961年と1966年に施設の改築、増設を行った。終戦直後に105床だった病床数は1967年には505床となった。しかし、中心市街地に位置していた病院は、さらなる拡充が困難なことや駐車場の確保が難しいことなどの問題が生じ、 2002年4月30日に安城駅南口から約 1.5km 南方の安城市市会館及び愛知県医師会安城巡看護学校近くの広大な農地を転用して新築移転し名称も安城厚生病院に改称した移転には安城市から92億円の補助金が出された新編安城市近代533ページ安城市1009ページ 名古屋大学大学文書資料室、ちょっと明大誌、59、農学部級安城キャンパス記念碑安定市,市1008ページ、安城市市1010 10ページ、新編安城市市、現代374ページ、ありがとうございます。